はいどうもこんにちは、フーガーです。今回もギャングビーストやっていきたいと思います。ビーストじゃなくてビーストでしたね。はい、すいません。で、今回から画面の左下に自分のキャラクターを表示させてもらいたいと思います。ごちゃごちゃになってね、僕のキャラクターがわからなくなるね、僕自身もちょっとわからなくなる時がちょっとあるので、ここに表示させてもらいたいと思います。でもこの時点で色が決まったわけじゃないんですよね。あの色が被らなければこの紫の鶏のままいけるんですけど、色が被っちゃうと別の色になっちゃうんでね、ちょっとまた編集がめんどくさいですけどまあやっていきましょうか。で、他にもねモードがあるはずなんだけど、みんなサバイバルだからな。ちょっとじゃあ行きましょうか。エレベーターですかね。はい、いやこのゲームはね非常に面白いんですけど、前回からだいぶ時間が経ってるんですけど、もうめちゃくちゃ面白いですねはい、やっていきましょう。今回僕は黄色ですね。よいしょ。頭突きをかますと一発で決めやすいんで、はい。な、いろいろ落ちてきた。やばいやばい、危ない、いや危ない危ない。よし来た、こっちだ。よし OK、 これ落としましょうか。じゃあこれ落とすと下のやつらを、上のレール掴むの間違えた、ちょっと掴めなかった。くそー、マジか。はい、こうこう邪魔やー。ケーブルを壊したくても、こうやって敵が近くにいるときは敵を、あ、落とされちゃう落とされちゃう、気絶しちゃった。おっと、これはちょっとあっちの状況がわかんないですね。やばい、こっち誰もいない。よいしょ、あ、やめて、くそ死んだ状態、死んだ状態掴まれてる。生かすも殺すともこの人次第になってしまったやめてやめてやめて、耐えてあー落とされた、くそ。ここで慣れ合いを始めてしまうと、ちょっとこの早く死んだ人にしてはちょっとイライラしちゃうんですけど、ここ難しいですね。ちょっとっていうか体力の説明を前回はしてなかったから、操作説明の動画をまた出してたんですけど、あのね、このキャラクターにも一応体力みたいなのも、これが今季節状態です。目をつむってる状態が季節状態ですね。白目向いてる時は生きてるという状態なんですけど、目つぶっちゃうと、季節状態になって、その季節状態になるともう何の抵抗もできなくなって、殴りもパンチもジャンプもできなくなっちゃうんで、もう相手に身を任せるというか当たりどころ次第で季節時間も変わるらしいのかな。あんまりわかんないんですけどね、はい来たな、ほらほらこの野郎、よし来た、掴むのも難しい。よし OK、 一瞬ぬーんやばい、やめろ、やばい、頭突きの反動でなんか外に出てしまった。やめろやめろ、やばいやばい、危ない危ない、あーくそ、落とされちゃう。あ、やばい、これはさすがです。ちょっと同じ鶏じゃしまけてられないんですよ。できれば上にリスポーンしたいんですけどね、生かすも殺すも僕次第になってくるじゃないですかやばい、お前はやばいやばいやばい、あかんあかんあかん、やばい、この野郎やばい、ケーブルは切れちゃってるじゃないか。死ね死ね死ね、落ちろ落ちろ、やばい、くそ、うわー、あー惜しい惜しい、掴めたんだけどな。残る人がもう決まってきてますねここで頭突きをかませば、あ、ここはもう難しいですよ。エレベーターが、あ、来ました。
博士の勝ちです。いや難しい、ちょっと一勝はしたいですね。一回は勝ちたいですから。マジか、最後まで生き残ってる人やばい、やめろ。なんだこいつ、くそ。ちょっとじゃあステージ変えましょうか。ちょっとマジか、道連れ狙いの人もいるんだな。道連れだ、よっしゃ来た。まあここにいると安心な理由は後々わかるんですけどね。やばい。やばい、やめろやめろ。そろそろかな、そろそろ来るかな。あーやばい。こういう風にね、このトラックの上というか荷台の上に乗ってると吹き飛ばされちゃうんで、やばい、掴みがかりだ。この野郎、この野郎、落ちろお前、落ちろ。やばい、あーくそ、マジか、マジかよ。うわー、これこいつ何もせずに生き残りやがって、これ。あーひ、あ、ここちょっと新しい、ちょっと僕初めてやるステージですね。むずむず、なぜハンバーガーだし。これはずっとここにいれば安心でしょうけど、いるとずっと勝負がつかないですね。あれ、ここ珍しいですね。あんまり下に降りるという手がある。ちょっと降りず待ってみましょうか。うわうわ。降りても危険すぎだろあそこ、マジか。これはやりました。やりました。ここからどうするかですね。ちょっと降りてみようか。よっ、危ない、これ自ら死ん、やめてやめて、あああれ、以上これ水の、あ、しばらくすると落ちる。これはでもずっといれば面白いけど、ずっといたら面白くないわ。ずっといたらまあ勝てるのは勝てますけど、逆に面白くなくなっちゃいますからね。ちょっとしばらく数を削られるまで待機しましょうか。これ下降りてもだいぶ危険だな、これやばい。よっしゃよっしゃ、降りた人に乗っかられると困るんで、だいぶ生き残ってますね今回。やっぱここなんか珍しいね、ここめったに当たらないんですよね。僕今初めてやってますね。かわいい、ぬいぐるみにしてるとほんとかわいいですから、ね、まあ普通にメリーゴーランド最初は楽しんで、残り3人くらいになったら楽しみますか。よー、危ねえ。散々だな、これ。挑むと多分死んじゃうから。よし。じゃあ、そろそろ、死に行きますか。よいしょ。よいしょ。あ、これはどうする、どうする、どうする、これは。どうすればいい、これ。よっ。いや、オッケーオッケー。危ない、危ない。あそこまで行くのなかなか難しいぞ、ちょっと。やばい、なんか、つかえて。使えたんだけど。オッケーオッケー。よっしゃ、下の人のとこ行けるぞ、これ。よいしょ。行けない。行けない、倒せない。ちょうど下に、青いぬいぐるみの人のとこまで。よいしょ。オッケー。下に来た時に落ちるのが特策ですね。あ、早く来た、よし来た、よいしょ、あじゃこれずるくない、この人何もしてないじゃん。いやでも勝てると思ったんだけどな、割とうまいこと下に降りれたんで、ちょっとまあしばらくは、もう動かなくなってますよ皆さん。よっしゃ、オッケーオッケー。ずるい人が消えることによってあといい戦いを見ますからね。せめて上行きましょうか。行けないな、行きたいと思って行けないからな、なかなか難しそうですけど、行け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 、よっしゃ。
よし、オッケー。ボイちゃんの人のとこ来たぞ。あっよいしょ。これはどうする、どうする、これは難しいぞ。復帰が背を向けて、背を向けていっちゃったから。よいしょ。あー、すごいとこ行くな。これはじゃあ下のとこに行くか。下のボイちゃんの人のとこに行って、よいしょよいしょ。俺だけじゃないか、こんなに機敏に動き回ってる人。落ちないように気をつけてと。あ、落ちる落ちる落ちる。これはどうすればいいかな。あ、この角度で落ちましょうか。あ、くそ。え、あの人死んでんのかい。やった、勝った。あ、抜けたのか。不戦勝ですね。あ、ちょっとこれは嬉しくないですね。本当に勝ちたいですね。これはでもこのステージはちょっと楽しみ方が難しいですね。なかなかこれ動けば負けるリスクが大きくなりますから、ちょうど下に行きましょうか。一番ここら辺、ここら辺、ここら辺。いけない、いけない、いけない、いけない。サイの人もう動かないですね。さっき多分動いたらいけると思ったんでしょうけど。ちょっと難しいですね。あそこ行くには、あそこ行くにはこうして、よいしょ、行きますよ、行きますよ。あー難しい。よっ、飛べ飛べ。ここいつも突っかえるんだけどな。いやー、どうするどうする。うわー、マジか。もちろん、やめてー、やめ、死ね。あ、くそくそくそ、つかめつかめ、くそ、やめろー。来ました来ました、よしよしよし、ちゃんとやっと、ちゃんとバトルできる。よし、くらい。このサイヤローは絶対落とす。この人もう放置してますね。季節差して落としますか。くそ、じゃあくそ、落ちろ落ちろ落ちろ。よし、来た。落とす落とす、落とせ。あのうんこやろう、うんこやろう、うんこやろう。うわずっと耐えてる状況が続いてますけど。くそ、どうすればいいんだこれ。なんなんなんなに、やばい。あー難しい。あの人も動かないですね。不戦勝ですね。クソずるい。でもここ楽しいな。よし、次のラウンドですね。次最後にしましょうか。そろそろ面白くて時間忘れちゃいますね。よっしゃ、人増えた。うわ、ずるい、ずるいというか、もうここで戦い繰り広げればもう即座に。はい、馴れ合い始まりました。あー、やめてやめてやめて。よし、あー間に合えばいけるんだな、あそこに。次々と脱落者が。もう黄色の人はもう微動だにしません。誰か挑戦してほしいですね。動きたくない気持ちも非常にわかるんですけど、降りたらいいんですけどね。何も特にアクションしなければここで待ってるだけでも。これはどうしますか皆さん。もうやめましょうか。締めに入りましょう。はい、ということで今回は、終わりたいと思います。このメリーゴーランドのステージは、僕も初めてやるステージだったんで非常に楽しかったですね。なんかいつも同じマップをじゅんぐりじゅんぐりしてたんでちょっと嬉しかったですね、はい、まだでもあと2つ3つ見てないステージがあるんで、回ってこないかなと動画撮ってる時に思っております。あと最後にこのゲームはね、あの勝ちに目がくらんでこうやってダラダラしてると
あの皆さん抜けていってしまいますので、やってる人はできるだけ早く抜けてほしいです抜けてというかもう勝ちは諦めて、というか勝っても負けてもそんなにメリットもないんで、負けるときは潔く負けて、普通に楽しんでもらいたいです。あれ、あの人死んでんのかなはい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。